2014年2月末でジャニーズ事務所を退社した元カトゥーンの赤西仁さんですがその後も何かと話題となり常に注目を集めています最近で言えば2022年10月で突如ジャニーズ事務所から退社したタッキーこと滝沢秀明さんとの交流や関係を伺わせるような動きや言動です そこで今回は、赤西さんと滝沢さんの関係性を探るとともに、二人のほっこりエピソードや、名優、中丸雄一さんとの中についても、詳しく検証していきます。それでは、お楽しみください。赤西仁のプロフィール、青年月日、1984年7月4日、身長178センチメートル。 血液型 O 型入所日1998年11月8日最終学歴高等区立第二佐町中学校第1章赤西仁と滝沢秀明の関係性かつてカトゥーンのメンバーとしてジャニーズアイドルとして飛ぶ鳥を落とす勢いを見せていた赤西さんは現在もソロアーティストとして活躍中です 圧倒的なビジュアルの強さと独特なオーラが唯一無二の存在であり、2006年のカトゥーン前から将来を有望視されていた一人です。しかし、デビュー後半年で無期限の活動休止を発表し、アメリカ、ロサンゼルスへ語学留学のために旅立ちました。半年後にグループ活動に復帰したものの、 個人活動への意志と決意は固く、4年後の2010年夏にカトゥーンを脱退しています。その後はジャニーズ所属のソロアーティストとして順調な活動をしていた赤西さんですが、再び世間を賑わせます。それが女優、黒木メイサさんとの突然の結婚発表です。そのわずか2ヶ月前に、 熱愛報道が出たばかりでしたが、2012年2月に結婚と黒木さんの妊娠が同時に発表されました。大変おめでたい話題でしたが、事務所には事後報告だったことがペナルティとなり、赤西さんはしばらく仕事ができない事態になってしまいました。結果的に2014年2月でジャニーズ事務所を退所した赤西さん。 現在はアメリカや中国でも精力的に活動し、アーティスト業の他に俳優業やプロデュース業などで大成功しているやめじゃにの一人となっています。そんな赤西さんと同じやめじゃにとなり、最近なんかと話題になっているのが、元ジャニーズアイドルであり、事務所の重役でもあった滝沢秀明さんです。滝沢さんは、 タッキーの愛称でジュニア黄金期を築き上げたリーダーであり、タッキー翼としても大活躍したトップアイドルです。2018年12月末で芸能活動は引退し、2019年1月からはジャニーズ事務所の副社長やジャニーズアイランド社長として更新指導に当たっていました。P1 社長としての功労。 滝沢さんのおかげでそれまでジュニアで長年くすぶっていたいくつかのグループがデビューできたことは有名な話です。2020年1月にはストーンズとスノーマンが同時デビューしました。また、ジュニアの中でも所属グループを持たない無所の集まりの中から7人組のインパクターズを誕生させ、 タッキー初の命名グループとしても話題になりました。しかし、2019年に亡くなった亡き、ジャニー社長から引き継がれたグループのデビューや成長を見届けた後で突然の対象を発表した滝沢さん。その理由や背景にはいろいろな理由がささやかれてますが、当の本人は2018年の タッキー翼の活動休止時にはすでに対処する胸を明かしていたようです。ジャニーさんに留意されて事務所に残り運営側として働くことになったそうですが、最初から長く勤務するつもりがなかったことが伺えます。もともと冒険家としても活躍していた滝沢さんは、2022年11月から晴れて自由の身になりました。 その事態にいち早く反応したのが赤西さんです。滝沢さんが対処し SNS を解説した時にも、すぐに反応を示しています。2018年に芸能界引退を発表した際にも、赤西さんは、タッキー、タッキー時代を動かしちゃいなよ、とツイートをしています。そんな赤西さんと滝沢さんの肝心な関係性ですが、 ジュニアのトップでありリーダーだった滝沢さんと赤西さんはまるで兄弟のような関係性だったと言います。事項ではその仲良しっぷりについて詳しくご紹介していきます。第2章兄弟のような中でほっこりエピソードも多数赤西さんは滝沢さんを兄のように相当したっており滝沢さんもよく 赤西さんを自宅に招いていたそうです。その際、滝沢さんの自宅に音楽機材が多く置かれていたことが赤西さんの音楽作りの原点ではないかとさえ言われています。それほどまでの関係性は成長や立場の違いで多少の変化があったようですが、同じやめじゃにとなったことを皮切りに、 再び交流をしている模様です。赤西さんが SNS 初心者の滝沢さんをフォロー。滝沢さんが食事をしに行ったら、隣の隣の席に赤西さんが偶然いた。久しぶりに食事を共にするが、楽しすぎて覚えていない。そんな赤西さんに、こんにゃろと反応。しかし、滝沢さんもカフェラテしか飲んでいないのに覚えていなかった。 赤西さんとしては、ジャニーズを辞めた後で、昔お世話になった滝沢さんと、再び交流できるとは、思っても見なかったのではないでしょうか。この夢のような交流を、まるであの時にトリップした感じの不思議な時間、と語り、滝沢さんとやっと会えたことを、心から喜んでいるようでした。第3章、名優。 中丸雄一と仲良し説を検証。最後、鳩軍時代の名優、中丸雄一さんとの関係性を検証します。どうやら二人は、とても仲が良かったということですが、そのわけには二人が、1998年入所の同期、という間柄が背景にあるようです。オーディションに合格した二人は、 すぐに雑誌撮影に呼ばれたそうですが、この時呼ばれたのは、同期の中でも、赤西さんと中丸さんだけだったということです。そこから共にジュニア時代を過ごし、カトゥーンを結成、2006年にデビューした後も、切磋琢磨しながら過ごしていたことは言うまでもありません。しかし戦術のように、赤西さんは、 当初からソロ活動の意志が強く、方向性の違いによって2010年でカトゥーンを脱退しています。脱退後もたまにご飯を食べる間柄、カトゥーン脱退から10年以上が経過していますが、気になるのは今現在の赤西さんと中丸さんの関係性です。ファンにとっても大変気がかりなところですが、 一年半に一度会ってご飯を食べる、たまに赤西からメールが来る、ことを中丸さん自身が明かしています。これは中丸さんが開催した一人舞台、中丸くんの楽しい時間で明かしたものです。カトゥーンをやめジャニーズをやめた後でも、実は赤西さんは、かつてお世話になった人や、メンバーのことを、決して忘れてはいないことがわかります。 むしろ何年経っても大切にしていることが伺えます。滝沢さんのジャニーズ退社によって世間の関心は今後の滝沢さんの動向にありますが、果たしてどのような展開となっていくのでしょうか。そこに赤西さんがどのように絡んでいくのか、どんな形で繋がっていくのかが、新旧ジャニーズファンの今一番気になるところでもあります。 赤西さんおよび滝沢さんからますます目が離せません。要注目ですね。ご視聴ありがとうございました。